はい、おはようございます。本日のポジションはですね、アームドラッグからスイングに教えてくれます。まずね、このガード、このガードから僕が座ります。それでこのグリップが外して、それでアームドラッグが押します。肘で、肘の裏ぐらいでしっかり持って、反対の手ができれば下に下げます。それで右足は相手の膝を横を叩きます。叩いてバランスが崩るね。そうですね。それでここに来たら、坂田さんは絶対体が上げますね。ベースがされてます、ね、それでそのタイミングで僕バックが取れないし、スイープをするんですね。反対手が腰の横ぐらいに手をつけて、反対手が床、それで尻が横につける、こういうふうにするね。それで相手が上戻るときは、それで相手がなんか逃げるみたいね。あと最後で、ほんとゆっくりでやります。はい、今日の技はこれですね。やりやすいし、なんかもうすごい簡単ですね。また僕のビデオまた見てください。はい、よろしくお願いします。